出展者の川重テクノロジーと申します。この度私ども、ロボット用のオフライン教示ソフトウェア K コングというソフトを、出展させていただいてます。もともとロボットの動きを作るのはですね、人間が一点一点そのロボットの動きを教示してやる、教示作業というのが必要だったんですけれども、複雑な形状を、ロボットに作業させようと思うと、その教示作業も非常に難しくなってしまう。でこの教示作業を、3次元 CAD の設計情報をもとにして、コンピューター上でですね、もっと簡単に早く、作れるようにした、これが、弊社のオフライン教示ソフトウェア、K コングの特徴です。ではちょっと K コングの、画面の方をご覧いただきます。このようにですね、3次元 CAD のデータがございます。で、この CAD データをもとに、今回は、CAD 上の、エッジの部分を使って、経路を作っていきたいと思います。まず基準となる面を選択していただいて、ロボットに作業をさせたい、線エッジの部分を選んでいきます。このように、CAD 上でロボットに作業させたい経路というのを選択しました。で、これに対して条件を当てはめてやることによって、このような、教示点が、すぐに作成することが可能です。で、今回のこのモデルは、自動車用のアフターパーツですね、カーボンのボンネットのワークを、トリミングしているようなイメージなんですけれども、このようにダクトの穴の部分と外周部をロボットでトリミングしていきます。コングで作成したデータで実際にロボットを動かしている模様がこちらです。K コングのメリット、 K コングを利用していただくことのメリットなんですけども、最初にもちょっとご説明差し上げた通り、簡単に教示点が複雑な動きでも簡単に作成できるということで、オペレーターさんの、負担というのも軽くなりますし、でロボットの教示作業にかかる時間というのを大幅に短縮できますので、本当に複雑な形状ですとか、一品一様の、枠、こういったものを対象にした作業の際に、非常にコストもですね、削減できるのかなと、こういったところがオフライン教示の、利点だと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。